イントロダクションとナビゲーション PA600 のビデオマニュアルへようこそ。コルグは史上最も成功し高い評価を得ているアレンジャーキーボードを開発していることで有名なブランドです。コルグのアレンジャーキーボードは世界中の何万人ものプロミュージシャンが使用しており、これまでオーディエンスやプレイヤーに愛され続けてきました。 PA600 はこの伝統に敬意を表し、プロのサウンドクオリティと革新的直感的な機能をリーズナブルな価格で提供することで、あなたの演奏や作曲をサポートします。このビデオでは約1時間かけて PA600 の主な機能を紹介していきます。説明事項が多いため各項目は短いかもしれませんが、手始めには十分にお役に立てると思います。止める必要がない限り、まずはビデオを通しで見ることをお勧めします。それから特定のチャプターに戻ってください。より詳しい情報については付属アクセサリーディスクに収録されている PDF マニュアルをご覧ください。もし可能であれば、ソングプレイセクション用にスタンダードMIDIファイル、カラオケMIDIファイル、そして MP3 ファイルを USB メモリーに保存しておいてください。仮に現在これらのものを持っていなくても、用意ができてからまた戻ってくれば大丈夫です。なお PA600 には通常のバージョンとローカライズされたバージョンがありますが、このビデオは全ての PA600 モデルに対応しています。仮にあなたがお持ちの PA600 のスタイルやサウンドの配列、位置がビデオのものと異なっていても心配ありません。ビデオで取り上げているものはあくまでも一例です。もしあなたが持っていない、あるいは名前が異なる特定のサウンドやスタイルの選択をビデオで指示された際は、別のものを選んで先に進んでください。それでは始めましょう。まずはお互い同じ地点からスタートできるよう PA600 を再起動しましょう。スタンバイキーを数秒間押したままにしてシャットダウンします。一時的に画面が暗くなり、完全に黒くなります。ではもう一度起動してください。コンピューターと同様、スタイルやサウンドなど必要なデータをすべてロードするには1分ほどかかります。データをロードしている間にPA600 のトップパネルを見ていきましょう。 PA600 は主に演奏を目的に作られているため、各機能にすぐアクセスできるようスイッチやノブがトップパネルに設置されています。まずは主な装置に慣れていきましょう。このジョイスティックはサウンドの各パラメーターをコントロールするときに使用します。スイッチ1と2もサウンドや他の PA600 の機能をコントロールするときに使用します。そしてこれがマスターボリュームです。このバランスノブはキーボードトラックという、キーボードであなたが演奏している各サウンドと、伴奏やソングの音のバランスをコントロールするときに使用します。今は真ん中の位置にセットしておきましょう。右側にはモードキーがあり、ここから PA600 の4つの基本機能、スタイルの演奏、ソングの演奏、ソングの作成、各サウンドの演奏及び編集を行うことができます。グローバルではフットスイッチへの機能のアサインなど、PA600 全体に影響するパラメーターをコントロールすることができ、メディアではセーブやロード、内蔵、外部ドライブにアクセスすることができます。これらのスタイルエレメントキーは、各スタイルのイントロやバリエーションを起動するときに使用します。赤いスタート・ストップキーや、フェードイン、アウト、タップテンポとシンクロスタート、ストップキーを使用すれば、様々な方法でスタイルの再生、停止を行うことができます。演奏用にソングやスタイルをまとめることができるソングブックと同様に、これら4つのボタンでスタイル、サウンド、ソングに直接アクセスすることが可能です。そしてこれらがソングプレイヤー用に設定されている別個のトランスポートコントロールです。パフォーマンスでは、いくつかのキーボードトラックの設定にアクセスすることができ、マイセッティングキーを使用すれば、自分のお気に入りの設定にすぐアクセスすることができます。これらのキーは、サウンドのトランスポーズやオクターブを調整するときや、スプリットのオン・オフを設定するときに使用します。バリューダイヤルは、パラメーターの値を調整するときに使用します。メニューキーは、画面上に編集可能なページを表示し、エグジットキーでトップページに戻れます。このカラータッチビューグラフィカルディスプレイは PA600 のインターフェースの心臓部です。ディスプレイの下には4つのシングルタッチセッティング、略して STS と呼ばれるキーがあり、
ここから各スタイルに保存されたキーボードトラックにアクセスすることができます。 PA600 の後部にはヘッドホンアウトプット LR オーディオイン LR オーディオアウトプット MIDI インアウトオプションの EXP2 のようにボリュームをコントロールできるペダルやオプションの PS1 のようにスタイルの再生・停止をコントロールできるフットスイッチを接続できるダンパーペダルとアサインペダルの端子があります。また、内蔵ドライブとコンピューターをつなぐ USB デバイス端子、USB メモリーなどをつなぐ外付けドライブ用の USB ホスト端子があります。PA600 が起動したので、ディスプレイの明るさを調節する方法を説明しましょう。まずメニューキーを押したまま、ダイヤルを回して自分に合った明るさに調節してください。一度調節すれば再度変更するまで設定は保存されます。また、このビデオでの説明の都合上、Easy モードはオフにしてください。これは Easy モードの状態ではインターフェースがシンプルかつ簡易化されるため、表示されるパラメーターの数が減ってしまうためです。具体的にどうなるか説明しましょう。画面上には多くの情報が表示されており、さらに情報を含んでいるいくつかのタブがあることがわかると思います。画面の右上にある小さな長方形をタッチして、ページメニューを開いてください。そして Easy モードをタッチします。すると画面上に最も基本的な情報のみが表示され、追加タブがなくなります。このモードは演奏時や PA600 の最も基本的な機能のみを使用したいときに有効です。今回のビデオでは Easy モードをオフにする必要があるので、再度ページメニューを開き、Easy モードをもう一度タッチしてオフにしましょう。PA600 にはあらかじめいくつかのデモソングが入っています。スタイルプレイとソングプレイを同時に押してデモモードに移動しましょう。数秒後に最初のソングが再生され、その後各ソングが再生されます。ここで PA600 が持つ素晴らしいサウンド、スタイル、そして機能を体験することができます。特定のソングに移りたい場合はフルソングス、ソロインストゥルメンツ、またはスタイルスの3つのカテゴリーのいずれかを選択し移動することが可能です。例としてここではフルソングスから PA ハートを選びましょう。エグジットを押すとカテゴリーの選択に戻ることができます。またいずれかのモードキーを押すとデモモードを終了することができます。ではスタイルプレイを押してください。 PA600 は電力を節約するためにユーザーが2時間以上キーやディスプレイに触れていない状態が続くと自動的に電源がオフになります。長い休憩を取る際はパフォーマンス、スタイル、ソングなど使っているデータを事前に保存しておきましょう。このオートパワーオフ機能はデフォルトで設定されていますが、グローバルモードで無効にすることができます。